ランペリオパジャマトークなんか1週間で、うん、あのノルマあの新しい音を聞くノルマみたいの決めてて10時から3時までゲーム集中力をこっちに持っていって眠たくならないようにそれじゃないと朝ごはんが嫌な人だいたいこの4時間ぐらいで10キロぐらいは歩きます。ここからはパジャマトークということで、こちらのカードの中にトークテーマがあります、はいはい、それを、みんなで話していきたいなと思います。はい、じゃあまずは1枚目こちら。なんだ？でね、学生時代オールナイトで遊んだ思い出は。オールナイト、学生時代か。オールナイトか。やっぱパジャマってさ、お泊まりとかさ、友達の家に泊まってみたいな。僕1回だけありますね。高校時代1回だけ、あのいわゆる高校デビューみたいなのをしまして、一、うん、人が田舎に住んでて、本当山奥で、はいはい、電車もなければバスもないみたいなところに住んでて、そこにみんなでいわゆる行ったんです、駅に。そしたらもう無人駅ですよ。でそこからみんなで歩いてその子の家に行ってバーベキューしましたね、山奥で。いいな。男だけです、本当に。最高。高校生の時に。高校生の時、なんかいいな。で本当星空眺めながら、青春、青春ですよ。ホークちゃんは宮崎で、夏休みとかは友達の家に泊まり行って、はいはいはい、でなんかゲームとかしたりして、うん、でなんか親とかもなんかお酒とか飲んでるんですよ、うん、で親が酔っ払って帰ってくる、うん、あ僕の親じゃないですけど、うん、友達の親が酔っ払って帰ってくるのを友達となんか一緒になってワイワイしながら、一緒に親と一緒になんか楽しんでた記憶。まあいい思い出。酔っ払ってるそのお母さんと喋ったりとか。じゃあ次のトークテーマいきましょうか。はい、次はこちらです。ペン。パジャマで食べたくなる夜食は。どういう、これどういうトークテーマ。急にむずいよ。夜中、うん、ってことですよ。でもあるわ。たまに、たまにあるやん。あります。え、みんなさ、カップラーメンとか食べます？あー、食べる。食べるよね。食べます。僕一平ちゃん好きです。あーいいね。あー一平ちゃん。あ、 UFO じゃなくて一平ちゃん派だ。一平ちゃんっす。あー何気にさ、どん兵衛が最強っすね。染みますよね、うん、なんかわかる。なんかちょっとさ、やっぱカップラーメンって若干の罪悪感というか、うん、明日顔パンパンになるやんみたいな。確かに。なるけど、ハイカロリー。どん兵衛ってなんかその間を綺麗に刺してくる。どん兵衛ならいいかなって。確かに。なっちゃう、なっちゃう。それこそさ、翔平とかさ、寝酒するでしょ、だって。うん、しますね。ビール飲むんで、常にあの冷蔵庫の横の棚にスルメが備蓄されてるんですよ。めちゃくちゃ多分臭いんですけど。臭そう。スルメのディフューザーみたいになって、部屋中がスルメの匂いになってる。やだな。え、ビールは 何本ぐらいいく？寝る前は。3、4本ぐらい行き出すとちょっと飲み過ぎたかなってなるぐらいです、ね、いやもうベロベロでしょ、だってビール。確かに。結構だからスポーツ観戦とかなんかネットフリックスとか見ながら一人でもうずっとこう横揺れしだすんですよね。まずちょっとずつ。いいね。気持ちいいっすよ、寝酒は。一人でさ飲んで、どういう気持ちなのどういう気持ちなの？どういう気持ちになるの？なんかすげえ気持ちいい。なんかさ、飲んでたらさ、気持ちくなるじゃん。あ、気持ちくなります。外行きてえなって。うん、あ、外行きてえなはないんですよ。一発ポーンって行く感じじゃなくて、定期摂取なんで、もう毎日のようにちょっと摂取してるんで、なんかルーティーンみたいな感じなんですね。あ、まあでも多いよね、そういう人みたいな。わかんねえな。一緒にやるか、じゃあ今度一緒に風呂入ってね、一緒に歌手って。一緒に風呂は銭湯とか行ってさ。いやー、まあまあ銭湯だからね。そっか。じゃあこれですね。修学旅行、林間学校、合宿など泊まり行事の思い出。これさ、修学旅行か、うん、どこ行った？修学旅行。中学校ですか？まあ中学校でしょ。で高校なんて言ってんの？スキー。長野。長野。長野なんだ。あ、じゃあ一緒だ。え、長野さん。長野？長野。違うっす。やっぱ長野、絶対。え、でも宮崎から長野ってめっちゃ遠いっすね。そう、あのね、長野、東京。うわ、東京、羨ましい。そう。もうね、やばいよ。やばい。東京、もう初めて修学旅行で行くんだけど。もう。うわーだよ、もう本当にテレビで見る時が東京かーっつって、うわ本物だみたいな。で原宿とか行った時も外国人がこう、これ買ってよみたいな。
お兄ちゃん、そうそう、それに捕まってまんまとかわされた。いい思いですね。ザラです。え、ちなみにさ、あの俺岡山だけなんかな、海の学校とか行った？海の学校、水産高校みたいなとこに行く。ね、小学校5年生でクラス全員でカヌーを漕ぐっていう。あ、やったかも。やったかも。海の学習っていうのがあって、じゃあの自然少年の家みたいな。あー、それはあった。俺そっちだった。あ、一緒一緒。ファイヤーキャンプみたいなやつですよね。やった。カレー作るやつでしょ。そう半合、半合水産。やった。懐かしいな。水産やばい。懐かしい。懐かしいな。ホタルとか飛んでたもん、それ、ね。やっぱみんなの地元の話いいね。いっぱいある。おもろい、おもろい。好きだいっすよ。